防衛省が2024年度から建造に着手するとしている、新しいイージスシステム搭載艦に搭載されるガスタービンエンジンが、イギリスのロールスロイス製の MT30 に決定されたとして、2024年5月30日にロールスロイスが明らかにしたよ。MT30 はロールスロイスの船舶用ガスタービンエンジンマリントレントで、同社の航空機用ターボファンエンジンであるトレント800をベースとして開発され、出力は 36MW で 40MW を発揮するものもあって、日本の海上自衛隊護衛艦では最上型 FFM にすでに採用されているな。今回は海上自衛隊の新たなイージスシステム搭載艦のエンジンについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、イージスシステム搭載艦にはこの MT30 が2機搭載される予定で、燃費を抑えるために、電動モーターも搭載するハイブリッド方式が採用されることになっているんだけど、出力に大きく余裕があることから、低速巡航時は MT30 で発電された電力を利用したモーターによる電気推進で航行し、高速が必要となる時には別のガスタービンエンジンによる機械駆動を併用して強力な推力を得る、ガスタービンエレクトリックガスタービン複合推進方式シーオンバインドガスタービンエレクトリック&ガスタービンコグラグ、など他の機関方式が採用される可能性もあると言われているよ。この新イージスシステム搭載艦には、これまでのイージス護衛艦に搭載されているフェーズドアレイレーダー ANSPY-1 と同じ、ロッキードマーティン製の LRDR ロングレンジディスクリミネーションレーダー長距離識別レーダーである ANSPY-7V1 が搭載されることになっているけど、そこに至るまでには紆余曲折があったんだ。 ANSPY-7V1 はそもそも地上配備型の国土防空ミサイル防衛用の対空捜索レーダーとして弾道弾迎撃ミサイルである GBI グラウンドベースとインターセプターとともにイージス艦に搭載されているイージスシステムを陸上に配置するイージスアショアに使用されるレーダーだね。近年、北朝鮮では弾道ミサイルなどの長射程ミサイル発射実験を盛んに繰り返すようになったが、その進歩が著しく日本列島への脅威が高まったことから高高度を飛翔する弾道ミサイルを撃墜するためのシステムの増強を望む声が広がったな。弾道ミサイルへの対処についてはアメリカ海軍が東西冷戦下の1960年代から着手していて、イージス武器システム AEGIS ウェポンシステム AWS が開発され、イージス弾道ミサイル防衛システム、イージスバリスティックミサイルディフェンスシステムイージス BMD システムが誕生したぜ。BMD においては海上配備システムと地上配備システムの整備に注力され、海上配備システムのプラットフォームとしてイージス艦が登場し、地上配備システムとしてはイージスアショアが考案されたわけだ。陸上に設置することによってイージス護衛艦ほどの人員は必要がないため、慢性的な人員不足に悩む自衛隊においては最良の BMD とされ、2018年7月30日に日本政府は、ANSPY-7V1 を2機購入して、秋田県秋田市にある陸上自衛隊深夜演習場と、山口県萩市の陸上自衛隊睦弥演習場の2カ所に、イージスアショアを配備する計画を発表し、2025年から陸上自衛隊が運用することを明らかにしたぜ。しかし、弾道ミサイル迎撃の際に地上から発射される多弾式の地対空ミサイル SM-3 の1弾目となる、補助推進装置ブースターが演習場周辺の民家などに落下する可能性があることが示唆され、このブースターを演習場内へ確実に落下させるためには、高額な費用が発生するシステムの、ソフトウェアの修正が必要である上にそれだけでは不十分であることが判明したよ。その上さらに、設置を予定していた秋田、山口両県の住民に対して実施した防衛省側からの説明内容が不足したことや、ずさんな調査などの不手際が発覚するなどトラブルが相次ぎ、このままでは地元自治体の理解が得られないとして、2020年6月15日に当時の河野太郎防衛省がイージスアショアの導入計画を中止することを発表したんだ。2020年12月18日、日本政府は閣議決定において、新たなミサイル防衛システムの整備等及びスタンドオフ防衛能力の強化についてと題した中で、
中止となったイージス・アショアの代替案について、イージスシステム搭載艦を新たに2隻建造し、それらを海上自衛隊が運用することを決定して公表したってわけ。防衛省ではイージス・アショア用に購入が計画されていた2機の ANSPY-7 を、新たなイージスシステム艦に搭載する方針としたが、ANSPY-7 は陸上設置用として開発されたために、アメリカ軍の水上艦艇における使用実績がなく、海上自衛隊のイージス護衛艦においても、ANSPY-1 の使用実績しかないことから運用を不安視する見方が広がり、アメリカのレイセオンが艦艇用レーダーとして開発を進めている ANSPY-6 を押す声が上がっていたね。しかし、アメリカミサイル防衛局とアメリカ海軍におけるイージス艦技術部門代表が、海上自衛隊のイージス艦に搭載されている AWS ベースライン J7B 上において ANSPY-7 を運用するソフトウェアを開発し、2021年1月27日に海上に配備された ANSPY-7 を搭載した AWS ベースライン J7B の試験において、BMD での目標の捜索追跡識別を実施する能力を有することが確認されたことから、イージスシステム搭載艦に ANSPY-7 が搭載されることが決定されたぜ。ANSPY-7 においては、2024年4月に宇宙空間にある物体を探知と追尾する試験も成功していることから、宇宙空間を飛翔する弾道ミサイルの迎撃に適していることが証明されているな。この高性能なフェーズドアレイレーダーを搭載するイージスシステム搭載艦は当初、弾道ミサイル迎撃を専門とする防空護衛艦的な存在になるとされ、当初の計画では基準排水量2万2000トン全長210メートル以下幅40メートル以下とされ、海上自衛隊最大の護衛艦として誕生するはずであったが、海上自衛隊最大級の艦艇となることに対して、速度において既存のイージス艦や護衛艦艇との艦隊連携や、共同運用がしにくいとの批判が上がり、小型化して機動力を高めるように方針転換されたわけだ。結局イージスシステム搭載艦は、基準排水量1万2000トン全長190メートル最大幅25メートルでマヤ型イージス護衛艦を上回り、軽空母化改修が進められている海上自衛隊最大の出雲型護衛艦に次ぐ大型艦となる見込みで、兵装には5インチ単装砲1機高性能20ミリ機関砲2機と2式地対艦誘導弾能力向上型、4連装発射塔2機3連装単魚雷発射艦2機のほか、マーク41垂直発射システム VLS は2機128セル搭載され、弾道弾迎撃ミサイル ABMSM3 艦対空ミサイル SAMSM2 対戦ミサイル、丸7式垂直発射魚雷投射ロケット巡航ミサイルトマホークなどが搭載されることになったよ。そして、国土防空だけでなく護衛艦隊を構成する艦としても運用ができるように、既存イージス艦と同等の各種作戦能力と機動力が与えられることとなり、その他には現在の多様なミサイルに対し、常に対応可能とするために稼働率の向上が図られ、好天時の荒れた海でも影響を受けにくい対応性を持たせられているんだ。さらにこの艦では長期間の洋上任務が前提とされていることから乗員の居住性向上が図られ、例えば段ベッドの上下にパーテーションを設けて疑似的に個室化するイメージ画像が公表されているな。また、中国やロシアが実戦配備している極超音速兵器への対応として、アメリカミサイル防衛庁 MDA が、開発中の対極超音速滑空対 HGV 新型迎撃ミサイルなどの将来の装備品も運用可能な拡張性にも考慮されているらしい。これら将来の装備品にはレールガンや高出力レーザーガンなども含まれているため、出力が大きいロールスロイスの MT30 ガスタービンを2機搭載することでそれらの電力を賄うことができるとされているぜ。防衛省では、2024年度防衛予算にこのイージスシステム搭載艦整備費用として2隻分の建造費3797億円を計上していて、まず三菱重工業が1番艦の建造を担当して2番艦はジャパンマリンユナイテッドが担当するみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。